昨日ドイツの大使館にダンスパーティーがありました。でそれすごい楽しかったので、まあ、皆さんにドイツ大使館にどういうパーティーがあったかを、まあ、ちょっと話してみたいと思います。で大使館のイベントで、まあ、4,000円かかってたんですけど、なんかドイツの食べ物が少しあって、でまあ、ドイツにこう例えば旅に行った人とかドイツ料理を作ったことある人だとわかるかもしれないんですけど、こうドイツ風のスープだったり、あとドイツ風のピザだったり、あとなんかこういろいろこうドイツの食べ物があってすごい懐かしかったと、あとこうねもちろん音楽もすごい良かったし、で日本人とドイツ人がこう集まるパーティーで、だからどっちもすごいなんか照れてて、誰もこうなんかこう踊るっていうのはなんか最初恥ずかしくあって、で誰もなんかこう踊ったりしなかったんだけど、だんだんこうね夜になるとみんなこうビール何杯か飲んだ後だとなんかこう何人か踊ったりしてて、でうちもなんかこう知り合い、なんかたまたまそこのイベントにうちの友達何人か行ったと、あとはなんか YouTube 見てくれてるフォロワーさんにも会ったので、まあすごい楽しかったです。で大使館のなんかこうホームページを見ると、日本にあるドイツの大使館のホームページとか見ると、たまにそういうドイツ好きな人向けのイベントをやってるので、まあすごくおすすめです。あとはですね、ちょっと皆さんにお見せしたいのは、なんかこう日本人がパーティーやると、まあ、結婚式でもそうなんだけど、パーティーの後になんかこうみんななんかもらえるみたいな、なんかあるんじゃない。でそのなんかすごい面白くて、なんか大使館でパーティーやると、ドイツ大使館でパーティーやると日本の文化みたいに後でなんかプレゼントもらえる。私お塩とかもらった。ドイツのブランドのお塩、嬉しい。あとドイツのブランドのお茶、これもね夏用だからすごいいいんだよね。これね、この会社についての説明、多分会社が多分スポンサーになってたとかなんかそういうのあったかもしれないんだけど、こういうお茶の案内とかもパンフレットもらってて、あとなんかよくわかんないけど美術館のチケットねいっぱいもらいました。で美術館ね、そうね、無料券何個か入ってて便利だよね。でそのさっき紹介したお茶はね、この会社なんですよ。でこの会社もなんかそこにもなんかイベントみたいなのがあって、下に動画の下にこの会社でこうもらってきた仕様が日本でどこで買えるとか、これね多分日本のスーパーどこでも売ってると思います。仕様はこのブランドはこのブランドですよね。これドイツのブランドなんだけど、日本のスーパーで大体売ってますし、でそのお茶はなんか普通スーパーに行くとあんまり見かけないんだけど、下になんかリンク貼って、まあ、Amazon で多分売ってると思うので、その定価ネットこれもリンク貼っときますので、もしドイツのお茶に興味ある人いたら、まあ、動画の下でリンクをクリックしてみてください。あとはですね、セミナーの案内とかワークショップの案内とかいろいろこうねもらってきたので、その情報はTwitter で写真撮ってみんなにシェアしましたので、まあ、もしうちの Twitter をフォローしたかったら、たまにこういうねドイツに関する情報をシェアしますので、まあぜひうちの Twitter もフォローしてください。ブストンネスマーチュース。